今日はね、ヤリスクロス、いや本当にね、このクラスで200万円を切ってね、もう血のにじみ出るような原価低減をやりながら、パッと見ではちゃんと粋なものを作ってくるってい こう日本のエンジニアの素晴らしさも感じる車ですよね。本当に街乗りでちょい乗りで使うにはデザインも機能も含めてよくできていると思います。まあ、ただ高速道路をじゃあこの3気筒エンジンでこう走るかって言われるとちょっと辛いなってところはあります。あと強いて言えばね、もうちょっとタイヤを柔らかくしてほしいな。タイヤがちょっと硬くてちょっとこうボンボンしちゃってるな。だからやっぱりリアのフロアの剛性がヤリスに乗った時はいい車だなと思ったけど、ここまで重くて大きくなっちゃうとちょっとリアのフロアの剛性足んないかな。まあ、ただ本当に200万円を切る値段でこれだけ街乗りで小粋な車を作ってくる、やっぱり日本人の知恵は詰まった車だと思います。はい、こちらにある DS3 クロスバック、外観はまあ確かに DS の当たり前の外観で、まあ、フランス車チックでいいんですが、これ僕正直言って結構この車気に入りました。インテリアを見ると近代美術の美術館みたいに、もう車って世界を離れてね、思い切って作ってきてるし、これはもうフランス人じゃなきゃできない車作りだ、もうドカーンときましたしね。じゃあ走りはっていうと、結構これが猫足でいい足なんですね。本当に前後のバランスもあるし、パッと見コンパクト SUV なんですが、これだったら名古屋まで日帰りしてもいいかなというぐらい、こう疲れなくて安定感があって安心感がある車に仕上がってる。いや、いいじゃんこういう車があってもという、本当に面白い個性のある1台だと思います。車ってどんどんこういう車が出てくると、やっぱり持つ楽しみってどんどん世界が広がっていくな、そんな印象を与えた車でもあります。